だ映り込みのことを気にして黒くしたんじゃないですかね。今日はストラップまで巻いて付き合っていただいてありがとうございます。はい、で、実はここからこの黒い話なんですが、東京オリンピックの時まではまだこの白いこの京都があった。はあ、それで黒くなったのがこちら。そうですね。で、黒くなったのはですね。そこで映り込みとかっていうのは僕はまだまだ全然後の話だと思う。さすが。俺もう全然黒映り込みじゃん、ちゃんちゃんだと思ってたんですよ。それじゃあれじゃないですか、チコちゃんに怒られる感じじゃないですか。今だったらもうこんなになってもっと生きてんじゃねえよって言われてるぐらいの。それがこの白がですね、敵から反射して気流装置あるじゃん。目立つ目立つ、あの光が強いですからね、東南アジアは。とこの白いとこに光が当たると居場所が分かっちゃう。日本一筋バカになれ、それが写真家男道チェッシャニコンバカ一代。安倍さんでーす。なんでニコンのレンズは黒になったの？え？いや、レンズ普通黒いからそんなこと考えたこともなかったけど、いや、あれですよね、レンズガラスとか撮るときにこう映っちゃったりしちゃうんで。そういう時ちょっと派手な色だと映り込みがあれだから、映り込みのことを気にして黒くしたんじゃないですかね。おっす、日本バカ一代だ。おっす、今日はポートレートギャラリーからお送りしております。おっすニコンバカ1台公開収録ということで、こちらポートレートギャラリーにお邪魔しております、ね、ゴールデンウィーク真っ只中でございますが、楽しくお送りしておりますので、どうぞ皆さんお座りになってお聞きください。ありがとうございます。はい、じゃあよろしくお願いいたします。今日はもちろんニコンバカ一代といえば安倍総師範でございます。安倍秀之総師範、よろしくお願いします。おっす、おっす、安倍秀之総師範かどうかわかんないけど、おっす。だけどごめん、俺そんなに背負ってないから。いやいや、ニコンバカ一代、そんなに背負ってない。安倍さんがそんなこと言ったら、だって日本バカ一代といえば杉山雅彦、俺じゃない、はい、まあそうですけど、ただね、言っとく、俺昨日まで奄美大島にいたんですよ。はい。はい。このために帰ってきました。恐れ多い、恐れ多い。大体、僕のこと知ってくださってる方は、僕は最低でも2、3週間は旅行するとか普通なのに、3泊4日で帰ってきました。すいません、おっす。このちょっと重圧を今日かけて、いきたいと思います。おっす。ありがとうございます。そのくらい来たかったのよ。あなたの、ね、はい、ことを思うと。すいません、そうそう、本当に。CP プラスもいなかったし。あれ、俺ニコンで出たことありましたっけ？あれ、その前の年なんか出てて、俺と仲良くなったんじゃなかったっけ、そうですよ。あ、その前の年も出てた。そうです、そうです。なんで、
今年出れなかった。そういうこともある。大したことじゃない。安倍さんの力で何とかしてもらわないと困るんですよ。俺もね、危ういからね、もう、立場がもはや、こんなことばっかりしてるから。こんなことわかんない。そうですね、こんなことしてるからどんどん。またね、はい、呼ばれる時もありますけど、まあ、その時僕がいるかどうかわかりませんけど。じゃあ、入れ替え方式でこう、ちょっと。そうだね、嫌だよ。本当今日、あの、いらしていただいてありがとうございます。楽しみにしてました。はい。はい、で、今日は、何なんですか？いや、今日は、なんでこの、あの、僕の知り合いに、あの、N島隊長っていう方がいらっしゃるんですけど、はいはい、N島隊長から、あれさん、面白いネタがあるんですよって言われちゃったんで、ちょっと知っていいじゃん。それで、あ、まだ。なんで初めて聞いたような。今、その、とぼけてこう、そう去年ぐらいから、そう言ってて、スケジュールが合わなくて、ちょっとすごい喉乾くな。スケジュールが合わなくて、それで、ようやく今日、写真展やってるから、そのギャラリートークってことで、その会場で収録したいって言うから、ギャラリートークじゃないと。ギャラリーでやるトークだろ。写真の話はしないんだけど、はい。僕の写真の話しなくていい。ね、そのギャラリーでやるトークだって。はいはい、それで、ね、その N 島隊長がね、ご紹介くださるって方にも、はい、たった一日、今日一日をピンスポットで、この日でどうですかって投げて、はい、なので来てくださったっていう。はいはいはい。ね、もうあなたのわがままのおかげで成り立ってるんですよ。そうなんですよ。本当にいつも雑なお誘いをしてですね、はい、皆さんにお集まりいただいてまして。では、早速。まず、N 島隊長からお呼びしましょうか。はい。じゃあ、N 島隊長。はい。まずは N 島隊長。いらっしゃってます。よろしくお願いします。はい、N 島隊長は顔出しが NG。あの N 島隊長の N は顔出し NG の N なんですね、はいはいはい。ですからこんな風に。はい、これは察してください。はい、なぜ顔が出せないのかというのはね、はい、察していただいて、はい。はい。さあ、そして本当のゲスト。はい。はい。はい。今日 N 島隊長からご紹介ください。はい。はい、そうだ、はい。でも喋れないんだよ。違う違う。N 島隊長は喋れないから、あなた。あ、僕、ああ、はい。西巻先輩でございます。西巻先輩です。はい。はい、おっす。どうぞ。おっす。ありがとうございます。今日はストラップまで巻いて付き合っていただいて、ありがとうございます。このちょうど服とですね、この F5 のストラップがちょっと、陶芸家のようになって今日ね、陶芸家の西巻先輩を、はい、お呼びしております。はい。はい、で、何なんですかね。あ、そうそう。の先輩から、はい、あ、今、言っちゃいました、ね。これ P にしてください。はい、N 島隊長から、N 島隊長から、なんかニコンのレンズの、色が、京都は黒いのはっていう話をちょっと振っていただいて、で、なんかこれネタ的に面白いんじゃないかっていうふうに、ただ聞いてないの。聞くとね、はい、僕が、あ、なるほどね、とかなっちゃうと面白くない。初めて聞こうと思って、昔月の遠鏡さんと NHK の趣味の園芸でご一緒させていただいたときに、ちょっとバーターで、立ち位置だけやるんだけど、中身やんないんですよ。遠鏡さんなんでやんないんですかって言ったら、芸が死ぬからって言ってました。それで、これから僕も芸が死ぬからって言って、まあ聞かないようにしてるんですよ。はいはい。そうそう。まあやっちゃう。それをやったから僕はニコンで大ごけしたんですよ。ああ。練習しすぎちゃった。練習しないから。いや、練習しないから、うん、もうめちゃくちゃなことになっちゃうっていう、いつも。うん、それはそうだね。いや、でも、遠鏡さんは練習をその場でしないだけで、はい、一人ではすごい人だった。ああ、そうなんですね。やっぱそこが違うね。そう、一人では全然練習しないんで。いいから。そこはダメですね。はい、それで。それで、はい、なんとその、ニコンのレンズのね、鏡と、はい、まあ、外側の塗装が黒いっていうのは、まあ、別に黒いのは普通じゃないですか、はい。だからそんなの別に普通だろうって思うんですけど、はい、それには理由があるんだと。まあだから、要するに最初はシルバーだったんですよね。そう、ね。昔はシルバーですね、レンズって。ああ、本当だ。これが以前のタイプですね。はい。ここが白い、ここが白い。はい。で、この白いとこと黒いとこの、なんでこの差別をつけたかって言いますと、はい。この白いとこっていうのは、稼働しないとこ、動かないとこなんですよ。はい。絶対動かないですね。はい。で、距離感と、絞り感は、はい、はい。はい。あ、それを見分けるように。あ、ちょっと待ってくださいね。そう。白いっていうか、その黒になった理由なんて、一言で終わっちゃうんじゃないのと思って、この番組すぐなんかもうあと5分、2、3分で終わるんじゃないですか？すいません。その前に、はい。
西巻先輩の経歴をご紹介してないと、誰が喋ってるのかがわからない。あ、そうですね。じゃあ、ちょっと戻っていいですか。そう、戻りましょう。西巻先輩は、元ニコンの社員でございまして、プロサービス、ニコンプロサービスの、所長さん、所長をやられてた方でございます。で、その前は何をされてたんですか？私がですね、入社しましたのは、昭和39年。はい。4月。生まれてない。東京オリンピックの年です。私、まあ、自慢になりますけど、うちは魚屋だったんです。はい。で、魚屋だったんですけど、後継ぐつもりで言いましたら、担任の先生が、ちょっと就職してみないかという形で、うん、その担任の先生の息子さんが、日本工学、今のニコンですね、うん、に、研究室にいまして、はい、そこに行ってみないかって言う。で、まあいいか、つってぐらいで、入社しました。で、私はもともと商業出身で、うちを後継ぐつもりで言いましたんですけど、まあ入ってですね、まあ営業には向かないから、経理でも希望しようって言って、経理を志望した。ところがですね、どういう具合か営業に回されまして、はい、で、その東京オリンピックが始まるときですね、プロサービスっていうのは、前身は報道機材化っていう。あ、はいはいはい、あ、伺いました。で、その当時はですね、そういうセクションがなかったんですね。ええ、で、私は、借り出されましてですね、東京オリンピックのプレスセンターに営業しろと言われまして、はい、プレスセンターで、メンテをやってましたんでね、サービスの方が。はい、でそこの仲介でちょこちょこちょこ出て。だから、プロサービスの前身ですよね。まあ、出張サービス版ってことですよね。そうですね。それで、まあ、やってまして、その後に、アメリカから私の先輩が帰ってきまして、プロサービスを立ち上げてきたんですね。はい、報道機材から立ち上げて、はい、で、実はここからこの黒い話なんですが、東京オリンピックの時まではまだこの白いこの京都があった。あ、それで黒くなったのがこちら。そうですね。で、黒くなったのはですね、誰ですか？なんか喋らない人がいるんですけど、あ、地元隊長が先の前行っちゃったけど、ここなってるんですね。それで、でもここはシルバーのまんまなんですね。それで実はですね、東京オリンピック終わりまして、例のベトナム戦争が始まりました。はい、で、私東京オリンピックとから外国通信社の AP 通信と非常に懇意にさせてもらってましたんですから、 AP 通信の従軍カメラマンがですね、ベトナムにものすごい行ってたんですね。はい、で、ベトナムで自分、カメラマンがやるのは、ほとんどジープ乗ってるわけですね。はい、で、ジープに乗ってますと、悪いことが2つ出てきた。はい、1つは、この白がですね、敵から反射して、機銃装置じゃないですか。目立つ。目立つ。光が強いですからね、東南アジアは。すると、この白いとこに光が当たると、居場所が分かっちゃう。はい、そうすると、機銃装置は違うらしいんですね。はい、それで、なんとかならないかということが一つ。はい、それからもう一つはですね、ジープに乗ってますと、ここのですね、裏側のマウントを止めるネジがあるんです。これはこう、縦にこう入ってるんです。はい、で、これは最初はですね、これは最初は二つか三つっきりやっとったんです。で、長さもこんなもんで止めとったんですよ。マウント止めるだけですから。はい。で、ジープ乗ってますと、ビスが緩んでね、飛んじゃうんです。はい。で、この二つを何とかしろという。これですか？このマウント。あ、こっちが、あ、はい、はい。これです。あとに、はい。こっちはないけど、こっちはある。うん、止め方によってな、ね。で、最終的にやったのは、ソルジャーっていう形で、じゃあ、黒い京都にすればいいんでしょうっていう形で、受けちゃったんですね。はい。で、本来は、ニコンのポリシーとしましては、
この動くとこは全部黒い鏡頭にする。距離感ですね、はい、それから絞り感、はい、これは黒で、はい、で動かないとこは白っていう定義があったみたいです。はあ、これは私が入社する前からいいから、ね、ちょっといいですか。いいですよ。ニコンのレンズが黒くなった理由は普通に考えて何ですか。どうぞ。ですよね。普通に考えて映り込みじゃないですか。僕も映り込みなんだろうなと思ってたんですよ。でも今日呼び出されてこの黒くなった理由を話すっていうから多分違う理由なんだなと思って、え、それって、いや、ね、僕ね、初期のカメラは物撮りとかって映り込みとかっていうのはもっとずっと後だと思うんだ。やっぱカメラって報道の現場のものだったんで、はいはいはい、じゃあその答えは想像してなかった、うん、僕は映り込みはもちろんあるけど、それはもっと後で考えること、うん、要するに最初カメラって何のために使われてたかっていうと、やっぱり事件事故の記録なんだよね、戦争の記録なんだよ、はいはい、そこで映り込みとかっていうのは僕はまだまだ全然後の話だと思う。へえ、さすが、うん、俺もう全然黒映り込みじゃん、うん、ちゃんちゃんだと思ってたんですよ、それじゃあれじゃないですか、チコちゃんに怒られる感じじゃないですか、うん、今だったらもうこんなになってもっと生きてんじゃねえって言われてるぐらいの、それが分かった理由がここがシルバーだったからなんですよ。そうなんですね。ここ黒にしてるくせにここがシルバーで、要するにそれ映り込んじゃうじゃんと思って、だから、あ、その理由じゃないんだっていう。え、だからこの、こう向けた時に白いからピカッと光って撃たれちゃうからってこと。だから、うん、チコさんなんて言うんですかね、これ。ベトナム戦争で撃たれないダメーってことですよね。俺そこまで見てないんで細かく。あごめんごめん。そこまで細かく。でもそういうことなんですよね。うん。それでですね、実はこの小さいレンズでしたらあんまりわかんないんですよね。はい。だから、望遠鏡になりますと、この白い部分もものすごく目立っちゃう。はい。で、これも余談ですけど、自分カメラマンがですね、機銃装置あって、ヘルメットがありますよね。はい。ヘルメットのとこに当たって。なんか N 隊長がなんか。ぐるっとこうね、N 隊長が。砲弾が回って、ハゲになったらしい。あ、中を、ええ、回っちゃって、砲弾がこう、ヘルメットの中に回る。それからもう一つにはですね、魚眼レンズっていうのが、はい、ありましたね。今でもあるんですけど、まあ、これで撮ってましたらですね、鉄砲で撃たれて、この傷がね、ついてきました。ああ。それから、レンズはですね、血だらけのレンズが多かったです。もう、撃たれますからね。もう、戦争ですから、今のウクライナのあれじゃないですか、はい、何やってるか分かりませんし。で、本来は、従軍カメラマンっていうのは、タイムライフっていう会社があったんですね。今、ライフっていう。で、ここがすごい、記事を出したり、グラフを出したり、撮ったんです。で、このライフのカメラマンが従軍カメラマンで、ダンカンっていう、ね、ダンカンとかキャパっていうのが、それに従事してやってたんですね。で、日本では亡くなった三木淳先生が、ライフの専属カメラマンっていう形で、三木先生は従軍はあんまりしなかったんじゃないですかね。その形で、本来は、その報道関係、ニュースの記事を全部、送るために、動作しようと。で、戻りますけど、ベトナム戦争の時に、そういえば危ないことになっちゃうんで、何とかしてくれっていう形で、それじゃあっていう形で、じゃあ、白くすればいいんだろうってことで、実はね、長い、このレンズ、ね。これ何ミリですか？あ、これ135じゃん。はい、はい。この長いレンズですね、ここの鏡頭って抜けるんですよ。この白いところって。はい。バラす。はい。ここもバラすと抜けるんですよ。はい。で、こことこうですね、黒く、アルマイト加工して、黒くして、やっつけてやったんです。うん。そしたらまあ、それでいいだろう。で、このマウントの部分もですね、ビスが飛んじゃうんで、長くしました。それで、これでどうだって思ったら、それでいいということで、始めました。その後ですね、やっぱり自分カメラマンがかなりあちこち動くようになりましたもんですから、じゃあそのまんま製品化しちゃうじゃないかという形で、従来の定義から外して、ここも黒くしちゃうという形になったのが今の現状です。
うわ、今の現状です。うわ、そんな感じ。質問、はい、普通はまあそういったお客さんからそういうのが、お要望があると、まあその場対応でできることはサービスとかで対応するけど、最終的にはやっぱり上に上げて、まあ開発系で、まあ今のお話の流れでいくと、まあ、じゃあ開発もそうしようってことになったって言いますけど、最初はずっとだから現場対応でやられてたってことですね。で、それの方、まあ、だん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 それが浸透して、逆に設計の方が、じゃあ今度そうしようかっていう風になった。ね、ニコンって意外と柔軟ですね。普通だったら俺たちに勝手に何やってんだって上から怒られてもおかしくないような感じもちょっとしますけどね。そうですね。当時はですね、はい、やっぱりあの外国通信社の影響ってのは非常に強かったですね。これも余談なんですけど、東京オリンピックの時にですね、あのニコン F のモータードライブっていうのがあったんですけど、はい、日本の新聞社はモータードライブとほとんど使わなかった。で、アメリカの通信社はですね、太平洋戦争の時もそうですけど、物量作戦ですから、はい、とにかく、一発必中じゃないですよ。ダダダダッと取ってて、その中でいいものをやる。はい。っていう取り方をすると、やはりそれに追随していかなきゃいけないっていう形で、日本の、新聞社もモータードライブ化しちゃう。うん。ですから、今現在モータードライブって全部内蔵してますよね。はい。みんな外付けになってましたけど。うん。それがもう今主流になってきて、うん、要するに今で言う電車ですよね、うん、それがどんどん発達しまして動画にもなってきて、はい、動画って言ったら普通ビデオっていう感じですよね、はい、ところがこういう一眼レフのカメラで動画が撮れる、デジタルカメラで動画が撮れるっていうのはそこから始まってるんですね。はい。1秒間に当時ニコンは 4コマぐらいですとか、うん、まあ36枚ぐらいが9秒で終わっちゃいますよね、ところが今デジタルになったらもう無限でいきますよね、うん、どん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 、うん、交換することもないですから、うん、どん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 やっぱ進化していったんですね。はい。まあそんな形で当時はそういうその外国通信の希望、特にタイムライフだとか AP 通信っていうのは非常に力持ってましたから、そっか、使ってもらわないと困るからというか、その僕今日そのレンズの話じゃないですか。でそのレンズの開発の方が来ると思ってたんですよ。そう、なんかだから安倍さんがおっしゃるようにその窓口だったからこそいろいろな情報を知ってるというすごいっすね。そうですね。まああんまり外には言ってなかった。要するに新聞社の一部は知ってるんですけど、もうその方がっていうのは私よくもずっと大先輩ですから、はい、言ってないかもしれませんね。はい、それが提唱されてないことは事実ですね。はい、へぇー。まあそんなことです。へぇー。ありがとうございます。いやー、知らなかった。銃で撃たれちゃうから、でも銃で撃たれちゃうからって言っても、こういうとこも全部シルバーじゃないですか。ですから、それ言い忘れました。はい。で、従軍カメラはほとんどブラックです。自分で塗っちゃう。いや、ブラックという、初めから。モデルがあって、はい。ニコン F の時から白と黒というのは流行ってましたね。はい。だから、レンジファインダーの時も白と黒ってあったんですけど、はい。黒のものってあんまり、一般の人から受け しなかった、当時は。はい、はい。で、値段もね、同じぐらいだった、白も黒。はい。ところが、黒の要望が出てきますと、やっぱり、量が今度増えますんで、ブラックは割高なんです。で、値段も上げたって。そういう形です。はぁ。で、今のカメラとはほとんどブラックなんですよね。はい。はい、もう一度言うと、だからこの動くところを黒にしたくて、絞りと、ピントのところを黒で、動かないところはシルバーで分かりやすくしてくれてたと。のを、
この先っぽがシルバーだと撃たれちゃうから黒にしてくれって言って黒に変えたんだけど、やっぱり相変わらず動かないところはシルバーになってるものもあると。でそこから全部黒になってくっていう感じじゃないですよね。はい、全く知らない、知ってます？多分知ってないな。知ってないから知ってないから。阿部さんも知らないんですか？知らない。そんなことなんだ。いや、その途中から黒になったっていうのは知ってるよ。見て知ってる。ああ、はい、だけど、なぜっていう理由は知らなかったです。映り込みではなくて。映り込みは僕はあんまり思ってなかった。はあ、あ、じゃあ何だと思ってたんですか？いや、だから、はい、まあ、理由はわかんないけど、まあ、気分。いや、物撮り、あのね、例えば、今一般的になってる被写体で、例えばお花とか、そんなの昔撮る人いないんだよ。花なんか撮ってたら頭がおかしいと思われちゃう、昔。フィルム高い時に。カメラってのはもう報道、事件、事故、センスも、それを撮るための道具だから。花を一般的にしたのは秋山翔太郎先生が花を撮って花の会ってのをやったから、あんなすごい人がやるんだから花を撮ってもいいんだって話になる。それまで花なんか撮る人いないよ。変人だと思われちゃうの、そしたら。女性ポートレートは昔からあるんだけど、はい、花はね、だから秋山先生はまあ、ポートレート撮ってたんで、花も撮ってって、うんうん、で、花の会作って全国組織になった。はい、うん、そうだからそれまでは本当に、まあ、フィルムが高かった、カメラが高かったってこともあると思うんだけど、やっぱり、その、ニュースを広めるためのツールってのがカメラだよね。あと僕、その、